どうもこんばんは、平井弘明です。今回はですね、ほとんどの方が使えていない左肘の使い方、動かし方っていうんですか、をやっていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。これとこれがやっぱ多いね。あとこれね、こうだ、こう UFO、これがね、こうと、こう、と、こうが圧倒的。やっぱじゃあ、向き的には UFO なんだね。UFO、絶対 UFO。やっぱりこうなんだね。そう。こう。そう。で、ここ、ここが小指まで一直線ね。こうなんないから、こう。右も、バックスイングも。こうだな。こうじゃないから、こう。ここ、平らよりも下がることはないと思ってください。どっちも。もう、こう従っての手は。こうやって。これ絶対。そしたら勝手にこうなるけどね。それってさ、意識してやることなの？それとも、しなくても、そうなるもん。俺はもう気づいたらなってたから、わかんないんだけど、そうだよね。そうじゃない方もいるから、と思って。それが、なんでかだよね。他の悪いものが入っちゃってそう。いや、俺それだと思うよ。それしかないと思う。なんでそうだよね。何も言われてなくてそれ、そう。なってたんだもんね。ジュニアゴルファーで、これ以外見たことないってことは、多分大人になってからやった人しかこうなんないんだよね。ああ、そっか。力任せ、何かが入ってるのどっちか。余計なことやんなきゃそうはならない。ならないと思うよ。普通にだって脱力してさ、クラブをさ、クラブヘッドを左に振ったらこうなんだよ。なるよね、こうやって、だからね、多分ね、自然と本当はこうなんだよ。じゃあ初心者の人で見てて、そうなってない人っていない？いないと思う。何にも誰にも教わってなくて、振ってって言ったらできてるのなんだ、と思う。ね、本当これはもう力任せだし、無理やり捕まえようとしてる。こうやっぱりね、ヘッドで捕まえるのは分かってるけども、捕まんないからもう意地でもっていう感じになっちゃってる時があるから、もうこうやってこうやってやってあげるイメージね。でも自然となると思うから。確かに初心者だったらもう俺とかやんないからさ、その球を捕まえようっていう概念がないもんね。ああ、なるほどね。何捕まえるってみたいな、打つんでしょみたいな、そうね、そうで、なんか当たったか当たんなかったかみたいな、なんかそんぐらいの感じしかないじゃん、やんない人はね。楽な脱力姿勢で、左手でグリップンでいっぱい持つの。そう、それで、こうやって素振りでもいいけど、こうやって振ってあげるの。はい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 、はい、そう。そしたら多分ね、こうはできないと思うんだよね。あ、変だもんね。こうってなると思うんだよね。まあ、確かにそのヘッドの重さ利用したらそうなるよね。そう。で、ヘッドからフィニッシュにこうやって入ればいいの、こうやって。そう。そしたらさ、綺麗にこうやって畳んでくるじゃない？そうなってないってことだから、それまずやろう。珍しく、左手片手打ちやったけど、どうしたの？いや、違うんだよ。違うんだよ。そう。これ、言い訳させてくれる？俺は、右手あっての左だから。はい、はい。そう。これに右手付け加えていい？同じ力感でいくよ。こうやって。そう。したら、切り取っただけ。すぐ揚げ足取る人いるから。一番近くに。そう。一番食えんだから。こうやって。もう一個質問でさ、その畳むって言うじゃん、畳もうとするとなんか引いちゃいそうだよね。こうやって なんていうのこう畳みたいんだけど畳めないみたいな。近いとダメなのか。近いとこうだ。こう、あ、いつも言うやつだ。これボール当たんないよね、はいはい、そう、向こう側からでしょ。向こう側から。そうそうそう、向こう側からこうやって、あ、そしたらこうはなんないんだ。なんない。
なんかアドレスした、アドレスした、うん、ここに棒立てといて、うん、これ当たんないように振ればいい。パッと。ああ。そしたら綺麗に畳む。あ、確かに。回ってくんだ。うん、そうそうそう。ああ、なるほどね。巻いてあげないとね。クラブも腕も。そしたらこっちもこうなるから。ああ。こうやって。あ。ちゃんと右手で。そう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 。フリップできるの、フリップ。フリップバカにしたね、今。違う、失礼。そう、そうなって。勝手に。ああ。そう。いいじゃん。そう。どうしても、やっぱりね、こうなる。こうすると、こうなるから。力が入る。はい、うん、だからこう。まあ、グリップの握り方にもよるんだけどね。うん。フックグリップだったらあんまなんないけど、うん、もう極端なウィークグリップとか、こういうグリップだと、やっぱり、こうやって、ショークスするから。そうするとこう。ああ、そっかそっかそっか。クラブ。そう、立ちすぎちゃう。左、肘っていうか腕のこのターンの仕方ってめちゃくちゃ大事だから。だから、その、自然と動く動きっていうのを、もっと大事にしてあげたいんだよね。でもそれあれだね、そっき行くとなんかその、退屈、うん、しようとしたりしてるから、うん、左肘ちゃんと畳めないんだね、多分ね。小屈、うん、うん。そうそうそう。退屈すれば畳めてくる。そうだよね。うん、そう。こうやってなるんだから、うん、そう。もう巻く準備できてるじゃん。うん、そしたらこう回転してあげたら、くるっと巻ける。うん。それがすごい大事なんだ。こういうふうに。それがすごい大事。退屈が乗ってないからだ。そうそうそう。ゴルフ大事です。そうだね。そう。大事です。退屈っていう活字が出てこないから。出た。屈を教えるしかないから、活字先生は。だから、そうすると今度、左肘畳めないんだ、小屈してるから。そう。これやるとやっぱね、こうなるからね。うん。もうそれすごい難しい。うん。あ、でも、あれ小屈ってでも最近流行ってるやつ結構昔からあんのそう考えると。いや、昔はなかったね。じゃあ昔の人は定めてたのちゃんと。小屈しないんだ。いや、昔の人はね、こうやってやってもね、うん、あんまりなんか気にしてなかったよね。ここまでスイングにうるさくないから。感覚が多かったから。あ、そう。うん。そうなんだ。うん。最近よ、それこそ小屈じゃなくて、スイングをごちゃごちゃ言い始めたのは。え、そうなの？うん。形はどうの。だから、トリックショットが、トリックショットとかトラブルショットが、上手い人が減ったの。うん、ああ、そっか、形で入るからダメなの、うん、そう。あんな形じゃないんだから。本当思うよ、それ。そういうことか。うん。だから昔の人の方がトラブルショット上手いからね。そういう時代背景もあんだね、じゃあ。うん。いや、あると思う。ね。うん。本当だって俺が、小学校、中学校とかの時、スイングどうのこうのってあんまり言われたことないもん。あの、周りで言ってる人もいない。こうやってやれよ、こうやって、こうやってやれよって誰かが誰かに言ってるのは聞いたことあるよ。うん。だけど、こういうのとか知らない。あの、言ってなかった。へぇー、うん。そういう変化はあんだね。あると思う、あると思う。そうか。ほんと、ここ20年ぐらいから一気にじゃない？増えたの。うん、だから、まあ、そういうのもあるし、それに追いついてってないっていうのもあるけどね。うんうん。だから、それができないんだろうから。うん。うん、追いついてたらできるんだから。うん。そういう自分の技量とか、うん、自分のゴルフレベルをね、あったものを取り入れないと難しくない。だこれはレベル関係ないからね。はいはい。うん。レベル関係あることはサロンでしか言ってないからね。YouTube では全く初心者から上級者まで全部できることっていうかやらなきゃいけないことを言ってるから、その意識で左肘のターン、だからこれ詳しく説明しない理由っていうのは、うん、やり方じゃないからってことなんだよね、うん、重力に任せて振ってればそうなるからっていう、うんうん、こうやってヘッドが出てたらなるんだから、うん、この意識ね、でやっていただければと思います。左肘のターン大事ですよ。いい？それはできてない人が、うん、そういう意識で、うん、打つといいんだ。うん、打つといい。で、なんで、これ、
これが良くないか、左肘がターンできてないのが良くないかっていうと、ダフリシャンク、トップ、スライス。これが出ますよってこと。だから逆に言えば出てる人はそうなってる確率が高いですよってこと。あと、飛ばない。なんでかっていうと、こう入るからね。クラブフェイスが。こうやって。だから下くぐる。うん。こうやってないと飛ばないじゃない。うん。したらこうターンしたくない。うん。テニスもさ、バックハンドさ、こうやってやんないでしょ。やんないね。うん、こうやってやんない？あ、そうなんですか。うん。一緒。力が伝わんないんだ。うん。全部、フォアもさ、こうやってカットに入れてたらさ、で、カットしか打てない。カットしか打てないでしょ。うん。カットするじゃん、やっぱり。うん。こうやってやんじゃん。こうやって。それと同じ。ゴルフクラブってなんか違う。動きが変わっちゃう。うんうん。うん、こうやってなってあげてたら、ちゃんと球が捕まるから、その意識でフェースをコントロールしてあげる。もっとヘッドがさ、ラケットみたいに面ででかかったらさ。あ、そう、でか、わかりやすい。そうだよね。多分カットに打とうとしないよね、うん、飛ばそうとしたら。ちっちゃいからしゃ、やっちゃうのかな。うん、それもあると思う。だからこう入ってきてるって、もっとわかった方がいい。あ、気づきにくいんだよ、ちっちゃいから、うん。うん。だからバックラインっていうのがあるんだから、グリップに。ああ。うん。わかりやすいよね。そう。それがあるだけでも全然違う。なんと左肘のあのターンの仕方、ちょっと動画撮るなりしてチェックしてみてください。どういう動きをしてるか。それすごい大事なんで、動画撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。